宮の喫茶店で起こった怪奇な事件、青酸カリ、地元を舞台にしたご当地ミステリーが誕生。私たちで犯人を当ててみませんか。ドラマの脚本は名古屋市出身で御年88歳の辻雅樹。今年度このミステリーがすごいなど3冠を受賞したレジェンドの完全オリジナル作品。ミステリー界の巨匠が送る宇都宮モーニングで謎を解く、生放送であなたの推理をツイッターで大募集。絶対に不可能です。登場人物全員容疑者。犯人なら決まってんだろ。これじゃ犯人になる人が誰もいない。一体誰が犯人なの。一人忘れていませんか。暗闇で毒を入れたのは